はい、皆さんこんにちは、キャプテンショーです。今回もいつもと違う動画を撮ろうと思って動画回してます。まあいつも違うんですけどね。で、今回はなんと真央ちゃんの卒業式です。真央ちゃんがサーカスを卒業します。不思議な気持ちです。正直に言うと不思議な気持ちです。で、今からみんなに会いに行くんですけども、リアンからの連絡がなくて寝てるんですよね。だから今からちょっと先にリアンの家に行って起こしに行きたいと思います。ちょっと今からリアンのことを迎えに行ってきます。おはようございます。おはようございます。本日真央ちゃんの卒業式ってことで原宿に12時半の約束だったんですけども、リアンが寝ていたので私キャプテン翔太がリアンの家まで迎えに行って起こしに来ました。一言どうぞ。おはようございます。おいということでちょっと遅れて行きます。はい、ということでみんな集合しました。今日は真央ちゃんの卒業式ということで、今日は一日中、真央ちゃんのしたいことを全部やります。そのために今日は真央ちゃんにしたいことリストを作ってもらいました。まずしたいことは何ですか？飯食いたい。ご飯食べに行きましょう。行きましょう。こんにちは。何でも食べれるけど、何だろう。好きじゃない。野菜はやだ。野菜なしで。あとお肉もやだ。お肉嫌だってどうする？何になるじゃん。逆に何がある？魚。魚？魚じゃなくてもいい。寿司？あ、寿司。あ、寿司いいじゃん。いいじゃん。寿司いいじゃん。いい寿司行きたいリア。どこは？原宿寿司って調べたらいいのあるでしょう。はい。そう。大きくなった？なってるよ。全部ぐらい見てる。そう。まだ続く。閉まってたね、リアン。リアンの案内で来たのに。おめえ、いや、めっちゃ見てこれ、オープンって書いてあんよ、これ。オープンって書いてあるけど、閉まってたね。ちょっと違う場所探そう。何がいいかな。ベビー何食べたい？僕は、もうでもお腹空いてるから、何でも。牛カツ？何でもいいって。あ、でも肉違うな。じゃあ次はどこ行く、まおちゃん。プリクラを撮りに行きたい。じゃあプリクラを撮りに行くぞ。うん、はい、まおちゃん、プリクラだよ。うん。どれがいい？え、わかんない。いっぱいあるよ。全部？全部撮る？そう一応ね、消毒を。してます。消毒してます。消毒します。今度撮ってんの？撮ってるの？あ、低い。じゃあプリクラにね、写真撮りたいと思います。これ一番いいやつ。今プリクラ待ちです。待ってます。まあ僕はおごりますよ。500円ですけど言わないの。500円。まあ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 、いいでしょう。500円ありがとうございます。どうしよう、これ選ばない、俺わかんない。こんなとこ絶対来ないから。わかんないよ、俺これ。
はい、じゃあ、まおちゃんのしたいことリストを言うと、ご飯を食べる、プリクラを撮る、3つ目はみんなでお揃いのものを買いたい。お揃いのものを買いたいとのことなので、レッツお買い物。リーダーアイドル、まおちゃんセレクトで、アディダスの何て言う浮気いいじゃん。うん、似合ってる、似合ってる。青ピンクいいな。確かに、なんか、あ、分かったよ。これにする？これにしましょう。ゴール、ゴール。身長が高いから。じゃあこれ買いましょうか。はい、ということで、お揃いのアディダスの上着を買いました。似合ってる？いいね。じゃあ、次やりたいことリストは何ですか？クレープが食べたい？クレープが食べたい。じゃあクレープを食べに行こう。マージャの今もらって、ありがとうございます。買いました。いただきます。やったね。いただきます。おいしい。うわ、やわちゃん、クレープも食べたし、お揃いの服も着たし、次は何したいんだ？水族館に行きたい。水族館？じゃあ水族館にレッツゴー。今から水族館に向かいます。品川市水族館らしいよ。まおちゃんが今撮影してます。まおです。まおちゃん卒業だね。そうだね、確かに。まおちゃんのとの思い出たくさんあったなと思って、いっぱいあった。初めて会ったのも愛知インパクトであって、違うか。そうだよ、そうだよ。覚えてない。覚えてる、覚えてる。で、今回はまおちゃん卒業ということで、夢に向かってね。はい。まあ、あまり多くは語れないんですけど、まあ確かに、まあでも、夢が咲くための、夢に向かっての卒業っていう前向きな卒業なので、いい卒業、すごいいい卒業。頑張ってね、まおちゃん。弱いな、感動が。いや、まあでも泣く？でもリアル泣いて。俺が泣ける。泣いてはやばい。リアル泣いて、リアル泣いてって。はい、ということで水族館にやってまいりました。品川のバックアクアパークに行きます。どんな魚がいるのかな、楽しみだな。楽しいでしょこれ。まおちゃん楽しみ。楽しみ。じゃあレッツゴしたいと思います。ぜひともね、まおちゃんの今後の発展をみんなで応援してあげてください。あの頃私
はい、帰ってきました。卒業式、いやー、終えましたね。真央ちゃん、いろんな思い出がありすぎます。まあでも悲しい別れじゃなくてね、彼女の夢を追うための卒業なので、まあ、詳しくは言えないんだけど、いつかきっと彼女の口からね、みんなに説明する時が来ると思います。その時に、あ、そういうことだったんだねってみんなも分かってくれたらいいなと思っております。真央ちゃんとの出会いは、もう彼女は小学生だった時に見つけて、すごい、もう見たらわかるじゃん、才能にあふれる素晴らしい子だなと思って、一緒に活動頑張ろうと思って頑張ってきて、もう3年ぐらい経つんだね。真央ちゃん、誇りに思ってるよ俺は、真央ちゃんのこと。いや、本当は悲しかった、本当はすごい悲しかったよ。でも、まあ、笑顔でね、笑顔で送り出せたらなと思ったので、まあでも一緒にゲームしたくなるとかじゃないし、なんかもう二度と会わないとかじゃないから、まあそれはまあいいかな。で、どうする、今後のサーカス。真央ちゃんがいなきゃサーカスじゃないしね、男3人でやってもね、解散するっていうのも考えてるし、新しく女の子を募集する、オーディション開催する、まあ、まだ分かんないです、まだ分かんない、まだもうちょっと真央ちゃんがいなくなったんだなっていうのをしんみり感じたいです。で、この真央ちゃんがいたサーカスを忘れたくないし、みんなにもね、覚えておいてほしいから、なんとキャプテン頑張ってサーカスのグッズを作りました。もう真央ちゃんと卒業して出すんですけど、真央ちゃんを含めた4人、この初期サーカスっていうか、そのサーカスのグッズを出します。グッズを出すこと自体が初めてです。詳細は概要欄に書いておきます。真央ちゃん、ゼルフィー、リアン、キャプテン、この4人が好きだっていう人はぜひともチェックしてみてください。もう強制的に買えとか言わないけど、そんな高い、そんな、ま、よくあるめちゃくちゃ高いやつじゃないので大丈夫です。お小遣いで買えるやつなので見てみてください。まあ、この動画を見てね、サーカスを好きになったっていう人もいると思うので、そういう人たちにもおすすめです。じゃあここら辺で動画を終わりにしたいと思います。そして真央ちゃん、応援してるからね、なかったら言ってね。じゃあこれ動画を見たいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。サーカスを、そして真央ちゃんを応援してくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバイ。